皆さんこんにちは。こんにちは。今回は第97回機関銃枠、今回もリクエストだ。戦後に開発された日本の GPMG62式 7.62mm 機関銃を紹介する。悪評が濃い機関銃ですね。62言うこと機関銃とかない方がマシンガンとかちっちゃかめっちゃかに罵倒されていることで知られる機関銃だ。今回の動画は先に多くを調査していた人の記述から多く引用している。先に多く調査していた人？概要欄に引用元を貼らせていただく。この機関銃は情報希薄であり、その方の調べてきたことはこの機関銃を知る上で重要だと思う。時代は戦後、1950年代の日本へ遡る。1945年8月より日本は無条件降伏し、1945年9月には米軍が日本に進駐、完全にアメリカの統治下に置かれた。これにより日本自体の軍事力は皆無に等しかったが、1950年勃発の朝鮮戦争により米軍の多くを朝鮮に出兵させる必要が生じ、今度は穴が開いた日本を埋めるための軍事力が必要になる。様々なごたごたがあったが、やがて警察予備隊が編成され、これは後に保安隊、自衛隊にへと改組された。1954年7月1日ですね。そんな創設直後の自衛隊の重火器は米軍の火器を筆頭に、一部旧日本軍の重機も配備されているという状況だった。M1 ガーランドや M1 カービン、M3 グリースや M1 トンプソンとまさに米軍の火器まみれだったようですね。そんな創設当初に配備されていた機関銃は M1919AK4A6、M1918A2 自動小銃だったようだ。あとはブローニング M2HB も含まれますかね。1954年、自衛隊へ改組された同年より、陸幕装備委員会はそれら供与機関銃に代わる新型機関銃を開発することを決定した。え？早くないですか？64式 7.62mm 小銃の方に関しては1957年より開発開始したようだ。機関銃の更新が意図的に優先されたのかもしれない。ここの具体的な話ってあるんでしょうかね。ここの具体的な話については、兵器と技術1973年4月号で、山森博氏という防衛庁技術研究本部に当時勤務していた筆者によって記述があるようだ。随分と具体的っすね。その開発というのは内部で国産機関銃が欲しくない？という空気の下で指導したようだ。え、M1918A2BAR が運用に合わないとか、M1919A6 と BAR の統合化を意識したとかではないんですか？別に M1919A4、AH、A6 に不満があったわけでもないし、体格との不一致が特別問題視されたわけでもないようだ。そして当時 MG34 や MG42 といった汎用機関銃が、次世代機関銃のブームとしてやってきた。この開発を担当したのは当時日特に勤務していた川村雅也工学博士だとされている。この人物は消火器に関する論文や五式 30mm 固定機銃など、他のところでも名前が見られる人物だ。そして前述の山森博氏や、幻の機関銃を著作したことで知られる角瀬光雄氏もこれら開発に関連する人物として挙がっている。まあ、複数人からなる開発グループですかね。ともかく国産機関銃への開発の空気があり、昭和31年、1956年には試作費用の予算が出された。そのため開発要件が出された。M1919A4A6 を置き換えることができるよう車載可能なこと、重心交換容易で生産性も意識すること。口径は 7.62mm こと30口径、使用弾薬は3006スプリングフィールド M2 弾、発射速度は400から800発毎分、重機関銃運用で12キロ、軽機関銃運用で10キロほどなことが提示された。やはり時期的に3006だったんですね。車載から歩兵運用まで考慮されており、まさに MG34 や MG42 のような GPMG 開発だったことがわかる。そして発注は当時存在した日特金属工業株式会社が受注した。日本製鋼、砲は、日立も候補に上がっていたようだ。いわゆる日特は大砲など旧海軍の装備を製造していた特殊鋼製造企業のようだが、陸用重機に関しては試作品を開発した程度しか経験がなかったみたいだ。え？なぜその企業に汎用機関銃開発を？具体的な試作銃というのは指定自動小銃併合、指定長径機関銃という試作銃のようだ。長径量機関銃って日特だったんですね。最初の指定機関銃はこんな感じだった。その仕様はベルト球弾機構にすることで多弾数にし、車載運用要件ということで下部配強に球弾口左右入れ替え可能と先進的な仕様だが、一方でラッパ型フラッシュハイダーや細かい冷却用離物機重心、ダイヤル調整の照準器と旧日本軍風味を感じる仕様になっているのも見られる。96式や99式ケーキが頭をよぎるような。そしてそのレシーバーの表面から旧来のように削り出しで構成されているのが想像できる。追加照準器も旧日本軍のようで、まだ車載運用としてスペードグリップを取り付けることも可能だった。あとの62式機関銃とは多く異なる代物ですね。そんな試作銃は昭和31年度の予算で作られており、昭和31年型指定機関銃とも記述されているわけだが、昭和32年3月に2丁完成したらしい。そうなんですね。しかし重機関銃使用で16キロ、軽機関銃使用で 17.4 キロとかなり重くなり、機能や耐久性、命中精度とあらゆる指標を下回ったようだ。
性能はともかく軽機関銃で 17.4 キロは重すぎですよね。そして三脚化は米軍の AH が使用されていたが、それも24キロとかなり重かった。そのため日特に専用三脚化を発注し、それは 11.3 キロの E 三脚として完成したようだ。三脚が独自開発されたんですね。昭和32年夏より試験結果を踏まえ、次年度の試作銃に求める要件が組まれた。使用弾薬は 7.62×51mm 弾、重量は10から 10.5 キロ、球弾を左方に固定にし、から薬莢は右方から配供する。そしてガスシリンダーがレシーバーから延長するブロックではなく重心付属となった。レシーバーは板金、そして閉鎖機構は回転ボルト。ロータリーボルトにするとしていた。ついにNATO弾ですか。NATO は1954年より 7.62×51mm 弾をNATO正式弾薬に指定しており、イギリスが1954年に LHH、そしてアメリカが1957年に M14 を正式採用する。NATO 加盟国でもない日本が、NATO 弾をこの時期から融通してもらえたんでしょうかね。口述する角瀬光雄氏曰く、米国海兵隊から NATO 弾をもらったらしい。え？で、その角瀬氏は東洋世紀に NATO 弾の発注を行ったと記述しているようだ。え、そうなんですか？これは予算をつけず、勝手に民間会社にやらせてるという構図となっている。ともかく前述の試作銃に関する要件は昭和33年6月には図面になったようだが、それが実際に試作されることはなかったようだ。この時期より M60 が米国で開発されていることを知り、それに触発されて、重機関銃の方に重点を置いた汎用機関銃から、軽機関銃の方に重点を置いた汎用機関銃に方針が変更された。確かに三脚開発やスペードグリップと、重機関銃としての開発が見られましたよね。こうして M60 から触発された開発要件が組まれることになる。弾薬は NATO 弾であること、重量は三脚込みで24キロで軽機なら10キロ、球弾方法はベルト球弾。球弾口は左右から可能にする、マズルブレーキ装着か、車載運用も可能なこと、照準器は直メガネだけではなく潜望鏡も開発する、といった要件だったようだ。ほうほう。こうしてできたのがいわゆる昭和33年型、日特14型と呼ばれる試作銃だった。球弾口入れ替え可能で下部廃墟となり、有底前端同様式と呼ばれるケルトボルト式閉鎖機構を採用。重傷は着脱可能で二脚は後方へ折りたためるよう変更。ガスシステムは重心情報配置となり光学追加照準器は左側面となった。上部に移動したガスピストンにマズルブレーキ。明らかに様子が変わりましたね。ちなみにこの試作銃の時点でショートストロークガスピストンでガス圧作動していたようだ。あれ ?62 式は確かロングストロークガスピストンじゃありませんでしたっけ？いや、ショートストロークガスピストンだ。え？ M60 に触発されて、それで何らかの意図のもと見よう見真似で他のショートストロークから模倣されたのかはわからんが、ともかくそうだった。ちなみに前述の角瀬光氏はこの昭和33年度の指定機関銃時点で3006使用だとしているらしい。主張が異なっている箇所だと。片方が誤りなのか、もしくは事実として時期ごとに異なるのか。この日特14型と呼ばれるモデルは昭和34年7月から昭和35年2月まで試験された。まずこの時点で使用弾薬とする NATO 弾自体の詳細もわからないまま設計したようで、弾薬が悪いのか銃器設計が悪いのかわからないまま進められたようだ。弾薬使用が不確定な時点で適切な改善は不可能だと思われますが、使用も重心交換の際にともにガスシリンダーや二脚も外れるようで不便。2万発以上もの射撃による試行錯誤と故障不良を繰り返し、やっと実用試験にこぎつけたがそれでもよく壊れたようだ。案の定めちゃくちゃですね。そしてこの時期では NATO 弾の使用を把握するに加え、幻想弾での運用が考慮されていたと思う。自衛隊の 7.62×51mm 弾はやがて幻想弾が採用されることとなるが、幻想弾は最低でも1961年7月には決まっていたようだ。幻想弾の使用は1961年7月にはすでに決まっていた。62式機関銃より前なんですね。この日特14型に苦戦する中、いろいろと M60 に関する情報が出てきていたみたいだ。もちろんそれは参考の対象となった。重心長は M60 と同じ数値にフラッシュハイダーを取り付け、ベルトリンクを M13 という M60 が使用することを決めたばっかりの団体を採用。そして軽量化や抑破損する部品の強化が行われた。重量は M60 に合わせ10から 10.5 キロとしたかったみたいだが、重量は回収前で 12.5 クグ、回収後で12クグと論外だとされていたみたいだ。論外。数値には届かないし、あまり変化しなかったんですね。ただ性能的には妥協程度にまで向上したようだ。そしてこの時期になると小重量の 7.62×51mm 幻想弾での試験も行われたらしい。NATO 弾に関する使用は分かったんでしょうか。そして前述の昭和33年度指定機関銃に関する、昭和35年6月富士学校で質疑応答に関する予想問答があるらしい。公式文書ですか。公式文書というか、角瀬光雄という人物曰くらしい。先ほどからチラチラ名前が登場していた人物ですね。この人物は昭和15年12月より陸軍技術本部付きとなった人物のようで、戦後は警察予備隊総隊学校第
第2部長官、自衛隊武器学校長官、防衛庁技術研究本部陸上開発艦付き未登陸佐、豊和工業株式会社下記部所属と、まさに日本の銃器設計者と言える人物のようだ。銃器用語集や64式小銃、そして今回紹介する62式機関銃などの本を筆記し、出版した人物となっている。この機関銃について直接取り上げているんですね。ここの中には予想文等の通り、様々な興味深い当時の文章が記述されているようだ。まず弱装にした時負傷者の回復率については問題ないとしている。弱装。つまり 7.62×51mm 弾の弱装ですかね。1960年6月頃時点で 7.62×51mm 那等の弱装化が検討されていたことがわかる。そして99式計器のベルト9段化という意見に関しては、12キロという重量を強化すること、性能低下が免れないとしている。99式は従来のままで 11.4 キロあるようですね。次に発射速度は分間350発から400発に減じうるか。これは否とし、そもそも機関銃でそのようにする利益はないときっぱりしている。実際戦後の時期となると500発毎分以上の機関銃が多くなりますよね。試作銃から車載の要件を外しうるならばいかが、消失方向を方にし、全体を短縮すれば10キロ程度にまで軽量化できる。なんか似たような仕様での設計が行われてましたよね。試作銃の軽量化はかなるや。レシーバー幅を3分の2に詰め、球弾口入れ替え設計廃止、そして2脚を99式計器同様の2点をなせば可能だとしている。球弾口入れ替えに関しては車載運用では外せないですよね。三脚を92式重機関銃と同様になせないか。重量の課題である。構造的に軽量化は不可能としている。三脚での運用は度外視ですか。99式計器関銃そのままで良いのでは、量産に適するよう改正すれば可とし、弾倉容量は30発が適切としている。まあ、この後に20発か30発を装填する自動小銃が普及しますよね。これら予想文等に加え、改良の要点も記述されているようだ。重心長を M60 と同等になし肉厚を若干増す重量 0.3 キロ増。重構成帯域を廃止し小円機とする重量変化も、前述の改善で見られた要素ですね。二脚をアルミから構成とする。耐久性が問題視されたんでしょうか。5つ肉厚を 1.5 ミリから 2.5 ミリに増す重量 0.5 クグ以上増。レシーバー厚の増しですか。ピストンの重心下方に移動する重量変化も、実際に後の62式では移動していますね。さらに重心交換にあたって現状ピストン付きで交換するものであると述べている。このことに対し、ピストンをそのまま下方へ移動すると分解困難となるが部品耐久性を増し、故障時に有定を飽きうる、としている。ほうほう。で、96や99式計器のように重心のみを交換とした場合、ピストン部を拡大するため1キロ以上重くなるとしている。そして BAR の代用として20発弾倉を装填できるよう追加するということには、複雑になりメリットがない、と記述しているようだ。いろいろと検討されていたことが伺えますね。他にもボルト等の強化、輸送の変更といった内容も含まれている。しかし日徳14型を改良することを不毛だと判断し、また新しく試作することが決定された。多分この質疑の前に話した試行錯誤は、この後の話なんでしょうかね。この時点で99式計器っぽく、同じ箱型弾倉を用いるという意見も出たらしい。なんで？一方で当時の最新モデルであり、米軍の GPMG である M60 の採用も検討されていたようだ。検討されていたんですね。その性能に関してはブローニングより利点があると判断していたようだが、問題点は M60 は多くの特殊合金で構成されていた点があり、当時の多くの日本企業にはこれに追随できないと判断していたようだ。特に福津。なるほど。さらに M60 の図面の入手が難しいこと、昭和35年度の試作に間に合わないといった判断要因もあった。そのため昭和35年度の試作は以前の試作の続投や99式計器、M60 といったところによることなく、新規で試作されることになった。三次試作での要件は重量は 10.7 キロ、三脚込みで17キロにする。ただし 0.2 キロは許容範囲。弾薬は NATO 弾で弾体は M13 リンク、砂砲球弾で下方廃業、重心は即時交換にすること。重工に小円機、専用三脚以外に M2 三脚にも搭載可能なことだった。この要件元重機4強、直メガネ1つ、潜望鏡式1つ、M2 三脚火曜干渉こと付けが1つが発注された。試作銃は4強ですか。納入は昭和36年、1961年3月だったようだ。この試作銃は日徳14型と比べガスシステムが重心下方へ移動、球弾機構の変更。この変更に伴い、輸送の変更も施される。輸送？ボルトに付随するパーツであり、別名はボルトスライド、ボルトキャリアだ。このパーツがそこで稼働することでボルトとその閉鎖機構を動かしている感じだと思う。この銃の閉鎖機構は最終型ではない代物もあり、前述通りガスピストンも上部配置だった。内部機構が変動しているのは確実なんですね。そして球弾機構の変更によりボルト前進状態じゃなくてもボルトカバーが開けられるようになった。多分これが昭和35年度指定機関銃日徳15型だと思う。この時期の開発はパイロットサンプル。
試行錯誤専用の試作銃もあったようで、それをいじくり回すことができたために開発スピードが大きく向上したようだ。ほうほう。昭和36年の5月から7月にかけ、富士学校で試験と改良前の洗い出しが行われ、同年7月から実用試験が開始。この時に改善点が出て、ガスピストンの長さを延長したりして、同年11月より全ての試験が完了した。ついに。ですね。結局、連発機能や連続発射能力、命中精度と満足いくほどにまで仕上げることはできなかったようだが、機関銃更新をこれ以上延期できなかったため、昭和37年1月13日付で正式制定。1962年2月25日より、62式 7.62mm 機関銃として正式配備されることになる。開発技術や生産技術による工夫と妥協がありましたが、ともかく実用化にこぎつけることができたんですね。こうして62式 7.62mm 機関銃は正式採用されたわけだが、昭和37年1月から3月にかけ、米軍の M60 を借りることができ、試験できる機会があったようだ。採用後にやっと噂の M60 をいじくることができたと。M60 は安定性や信頼性、そして命中精度の点で非常に高く評価されたようだ。量産品の最初の36丁が昭和37年8月に納入された。しかしこのモデルは半分くらい試作品みたいな代物だったようだ。そのような状況から、日徳は改良型を2丁試作する。重心を肉厚にすることで持続射撃性と命中精度を向上し、輸送の長さを短くしレシーバーも短縮されている。そしてガス漏光が、現装弾対応となった。ガス漏光？重心からガスをピストンへ導入させるためのガスポートだ。いつもはガス導入口と呼んでいた。つまりこの機関銃のガスポートとガスレグレーターは NATO 弾と現装弾両方に対応したと思われる。では設計に入る。まずは比較だ。今回は戦後時期に開発された汎用機関銃らと比較する。馴染みのメンツですね。まずは全長。M60 や HK21、AA52 と比べ長い全長となっているが、反面マグや PK よりは短い。長すぎ短すぎるというわけではないんですね。次は重量。その重量は M60 並みであり、他と比べ比較的重めとなっている。開発経緯ではかなり工夫された点ですが、技術や現時点での生産性範囲に留めたために、各国と比べ重くなりましたね。各国では日本が開始した特定の特殊合金の使用やロータリーボルト閉鎖、そしてそもそもガスピストン機構がないために軽量といった理由があると思う。次は重心長と重高初速。その数字は各国と似ている。770m/s。弱装弾ですか？850m/s は NATO 弾薬での数値、770m/s はバイオレットチップラウンドと記されている。次は使用弾薬と装弾数。62式は前述通り NATO 弾かもしくは弱装弾であり、ベルト球弾となっている。ガス導入を振り絞ったり解放することで対応できますね。多分。次は発射速度。その数値はまずまずとなっている。まあ、早くも遅くもなく。でしょうか。この持続発射速度は、稀に見られる実用数値と同意味なのかは確認していない。次は作動方式。62式はショートストロークガスピストンであり、閉鎖機構はケルトボルトの一種、そしてオープンボルトで作動する。ショートストロークにケルトボルト閉鎖。ケルトボルト閉鎖と入っても、マグとは異なる代物となっている。この銃はショートストロークガスピストン、ケルトボルト閉鎖、オープンボルトで作動する。この画像を使って説明する。ショートストロークガスピストンとの通り、発砲の際に重心から一部取り込まれた発射ガスがボルトグループとは分離したガスピストンに衝突し、その時の圧力によってガスピストンは後方へ思いっきり移動。次第に勢いあるガスピストンとそのロッドはボルトスライド輸送前端へ衝突。おそらくボルトは当初から閉鎖しつつも後退し始めている状態であり、そこに前述のガスピストンによるボルトスライド衝突により閉鎖を解除。ボルト全体はレシーバー最後端部に衝突。この際にバッパーが受け止め、後方にあるリコイルスプリングにより再び前進する感じだと思う。まあ、このボルトがもう一度前進する状態はフルオート射撃時、引き金を引き続けている状態ですね。言い忘れていたがボルト前後動により背強とベルト引っ張りによる球弾も行う。自動火器としては一般的な構造だと思う。そしてオープンボルトということで、射撃準備完了時はボルトは交代しながら保持される。オープンボルトは薬室を開放しておくため、薬室に熱が溜まることで発生するクックオフを予防することができますよね。そう一般的には言われている。そして球弾は上部からのベルト、背強は株となっており、左右開口からの砂塵や泥侵入はほとんどなさそうだ。まあ、ベルト弾薬に付着して、そのまま内部で付着するというパターンは大いにありそうですが、それは弾薬を露出して運用する重火器すべての宿命だ。そして閉鎖機構はケルトボルト閉鎖だと前述したが、厳密には有定前端同様式重備閉鎖装置と呼ばれる、従来とは異なる代物が用いられている。おお、日本語だ。この図は閉鎖状態となっている。3番ボルト、有定が4番ピストン延長部にある9番付近の盛り上がりによって上傾斜している状態だ。
どうやって閉鎖するのかというと、ボルト左右から突起する11番突起針の6番後部を5番反動受け前側へ設置、ボルトを前述の下部盛り上がりで斜めにすることで行う。レシーバー左右に突起針があるわけですから、左右のレシーバー内側に、この入る水反動受けがあるんですね。この構造が従来のケルトボルト閉鎖と比べ大きく異なるのは、突起針元へ閉鎖用突起がボルトに付随し、ボルトが傾斜した際にその突起が全部に位置する反動受け前方ではまるという点だ。従来でしたらボルト後端部あたりにその反動受けがあって、ボルト全体が直に閉鎖に用いられますよね。従来はこのように反動受けをレシーバー全体で行おうとする。そのためレシーバーには強度が必要で、その分重量が増加するというデメリットがある。この融通が効かない一因もあって、今日ではロータリーボルトが超重では一般的となっていますよね。ともかく62式の閉鎖機構は反動受けがレシーバー前側、さらに反動を留める大部分がボルトの突起針となるため、レシーバー前側を強化すれば閉鎖を安定的に実行できるという利点がある。これは従来のケルトボルト閉鎖と比べプレス加工で大部分のレシーバーを構成できたり、重量を抑えられる、重心軸平行で反動を受け止めるために負担を軽減、そして射撃の振動増大による精度低下も、理論的にも実験的にも振動発生の恐れが少なく非常に成功としている。つまりケルトボルト閉鎖のデメリットを軽減させた簡単軽量にして命中精度良好なるケルトボルト閉鎖装置とされている。かなり工夫されたことが伺えますね。しかしこの時期はもうロータリーボルト閉鎖がガス圧作動方式で普及している。今回はハブクがこの今日で一般的な閉鎖機構の方がメリットが多いと思う。62式は量産実現性やコストを意識したのか、そもそも実現が不可能と判断されてでの採用だったのかはわからない。確かに開発経緯ではロータリーボルトが検討されていましたもんね。中心からガスシリンダーへ発射ガスを送るガス漏光には、もちろん3位置調整可能なガスレグレーターが取り付けられている。これを使って NATO 弾と幻想弾を使い分けるんでしょうかね。慣らし運転の場合は最も絞った設定、そしてガス穴汚染による作動不良の場合はより開口することができる。そして使用弾薬は前述通り 7.62×51mm の弱装弾、もしくは 7.62×51mm NATO 弾だ。厳密には M80 普通弾と M80 普通弾幻想薬が用いられる。名称の通り、米軍の M80 弾と使用は近いと思う。M80 弾以外の 7.62×51mm 普通弾って自衛隊にあるんでしょうかね。球弾は前述通り NATO 正式の金属分離式 M13 リンクベルトによって行う。ベルトを差し込んで横にある折りたたみコッキングハンドルを引くことで初弾をボルトが引き抜き、発射準備完了になる感じだと思う。どっかのソ連汎用機関銃みたいに2発保持とかはなさそうですね。装填に関しては、どうやらカバーを開かなくても球弾できるみたいだ。安全装置は引き金右側の上部にあり、そこで安全と連発を選択できる。セレクターとしての半自動はないんですね。まあ、他機関銃でも見られる指切り依存での制御だと思う。射撃の際のトリガー制御にて、トリガーを離す際は前方に緩めるのではなく、前方にスナップするようにと米国公式文書では指示されている。コッキングハンドルは米国公式文書にて奇妙と記され、このカバーも従来のようなフィードトレイカバーではなく、ピボットレバーがレシーバーのボルト上に位置しているため珍しいと記されている。確かにハンドルは銃口の向きを変えたウェルロッドみたいになってますね。重心は初期試作型から正式型にかけて肉厚にされており、冷却フィンが見られ、さらにはクロムメッキ処理が施されている。冷却フィン。製造過程簡略のため省かれた機関銃がありましたよね。戦後の機関銃のほとんどは冷却フィンを保持していなかったと思われるが、この62式は必要なのか、昔の知恵からなのか取り付けられている。毎分80から100発以内、5から6発のバースト射撃している場合、10分間は交換の必要はなく最良な結果が得られると米国公式文書に記されている。で、この重心に関しては悪い噂があることで有名だ。なんですか?62式機関銃の重心外径は 28mm のようで、これは64式小銃の 34mm より細くなっているという話だ。機関銃なのに同口径弾薬の小銃と比べ細い重心なんですか?そのため機関銃のくせに連射ができないとか、重心が細すぎたために開発が難航したとか、命中精度が悪いとか、いろいろ言われる要因となっている。ただその噂の中で62式 7.62mm 機関銃は高命中精度とも言われている。この命中精度が良い、命中精度が悪いというのは一体何と比較して言ってるのかがわからない。M60 や PK といった機関銃と並べて発砲したではなさそうですよね。その運用性能は M60 をはるかに上回っていたという記述もある。それは開発経緯の通りないと思うぞ。話は戻り、この重心に関する悪評をそのまま鵜呑みにするのは適切ではないと思う。実際に試作型と比べて肉厚化された部分であり、さらに開発を担当した河村工学博士自体、第一線で重心に関する研究とその論文を出していた人物だ。鵜呑みにするには早計だということですね。確か角瀬氏が言っていた。重心のせいで開発が難航した、砲は光量が 34mm 以上の外径にすべきという助言をしたのに対し、河村博士と日徳は独自設計と軽量化に固執して効かなかったという話があったはずだが、前者に関しては断定はできないと思う。
そして後者は川村博士が軽量化のもと、34mm 重心肉扱い外での方法を選択したということも考えられるのではないかと感じている。その重心のせいで開発が難航したって何ですか？それは後述する。重心先端には小円機ことフラッシュファイダーが取り付けられており、これは簡単に取り外しできるようだ。ここは初期と後期モデルで異なっている。初期はオープンエンドサプレッサー、後期はクローズドエンドフラッシュサプレッサーが取り付けられている。で、重心に関してはすっぽり抜けてしまうという逸話があるが、そのロックは仕様的にはそんなすぐ抜けるような代物ではないと思う。カバーを開くと重心を固定するバレルナットのロックが解除され、そこから右回転して外すことができるようだ。逆に差し込む際は左に回転させるんですね。バレルナットロックがバレルナットノッチと噛み合っていない場合、カバーを閉じることができないとされている。重心交換は 2.5 秒と要件通り素早くできるようだ。ただ重心交換用ハンドルはキャリングハンドル兼用なので、操作ミスや外的な衝突がキーンとする意図しない脱着はありそうだ。製造不良や部品摩耗をキーンとする自然脱着もあるかも？照準器は米軍の BAR と似た代物が取り付けられている。確か試作型で途中変化していましたよね。倒した状態で 100m であり、起こすと300から 1200m へ調整可能なサイトで照準することができるようだ。さらに直メガネ照準機ことスコープがマウント可能で、より遠距離を射撃することもできる。スコープもしっかり搭載できると。三脚に関しては日特で開発されていたわけだが、結局は M2 三脚がそのまま用いられていたようだ。もちろん二脚は標準装備されている。足自体も伸縮できる。ここら要素は一般的にあるんですね。部品互換性はほぼ 100% あるようだ。レシーバーは前述通りほとんどプレス加工、リベット止めで構成された。前述の特許取得の閉鎖機構により大部分を総構成できるようになっている。重心に関しては従来より製造が大変そうですね。そして62式機関銃についてくる備品はこんな感じのようだ。替えの予備パーツもしっかり備えられているんですね。他にも尾紐、機関銃カバー、銃弾袋、トリセツ、火器弦簿がついてくるようだ。この予備パーツが不足がちだったのか、閉鎖機構などの含まれない重要パーツはしっかり交換されていたのかと。ここは気になる点だ。そしてこれら部品も部隊整備用に供給されている。相談機にクリーニングキット、薬莢抜き。重要ですね。62式機関銃採用当時はこれらを1個小隊ごとに配備していたようだ。最後に射撃姿勢は副射はもちろん、三脚といった固定での射撃、そして腰打ちや鏡打ちといった運用も見られる。画像の通り車載でも運用されていたんですね。まあ、前述通り62式は車載運用も範囲内だった。では62式 7.62mm 機関銃の悪評を並べていこう。え。その1、パーツ間のクリアランスが大きすぎたために部品の脱落が多発。パーツ間のクリアランスが大きすぎた？その2、安全装置をかけていても衝撃で暴発する。画像に悪意ありませんか？その3、引き金から指を離しても暴発する。その4、キャリングハンドルで銃を運搬している際、勝手に重心が外れてしまうという逸話。これは前述しましたよね。その後、廃墟口が下部にあるために空薬莢が勢いよく弾き出され、面で跳ね返った薬莢が車種の種に激しくぶつかって損傷する事態が多発している。何を言っているんですか？その6、重心が薄いために命中精度が悪く、作動不良を引き起こしている。これも前述しましたね。その7、細い重心にしたために、発砲時に薬室に薬莢がより張り付き、それで薬莢破断を起こしてしまう。そうなんですか？そのために大きな質量を持つボルトグループをよりエネルギーをかけることで強引に薬莢を引き抜こうとした。このせいでガス圧をより上げ、命中精度がガタ落ちした。強引に引き抜くためにより大きくエネルギーをかけて引き抜こうとすれば、それはさらに悪化するのでは？まあ、口述だ。その8、部品点数が多くて複雑。まあ、ボルトグループ付近は若干複雑かもしれませんが。その9、独特の閉鎖機構は複雑で動作不良が多発する。長い試行錯誤の上でのケルトボルト閉鎖の一種なんですがね。その10、その独特な構造からボルトの交代延長が長すぎて、連射中にガス圧不足等の要因で交代不良が起き、ボルトがシアーに達せずそのまま前進してしまって地弾を暴発する。閉鎖機構が原因かはともかく、これは結構あり得るのでは？他にも重量が重すぎるとか精度がセミオートよりフルオートの方が悪いとか逆にヤバいことも記述されているが、それらは無視する。これら悪評がある一方、幻の機関銃という角瀬氏の著作には実際に来た現場の苦情というのが例で記述されているようだ。そうなんですか？一つは複座バネ軸欠損だ。これはリコイルスプリングのガイドロッドが折れてしまうという問題で、原因は複座バネ軸がびつつそこに固く止められていたために発生した。この話は悪評では触れられていませんでしたよね。まあ、いつかは不明だが修正された要素のようだ。そして次はボルト交代不良による暴発だ。その銃と同じ内容ですね。では一つ一つ、実際どうなのかというのを考えていこう。その1、パーツ間のクリアランスが大きすぎたために部品の脱落が多発。一体どこが起きると思う？いや、そんなこと聞かれても。この点に関してはダクトテープで直接固定したという話も見られる。
このガムテープ貼り付けが部品脱落や木材が割れているためなのかはわからないが、もしそれが事実ならば、経年劣化による工場送り返し案件のように思える。これ以外に画像では見られるんですか？こういうガムテープ継ぎはぎ画像は少なかった。ただ表に出しているのは状態のいいやつで、裏にはより多くの継ぎはぎ62式が存在したのかもしれない。ただこの通り62式は従来の機関銃に近い部品で構成されていると思う。特別クリアランスが大きくて脱落が多いというのはないと考えている。その2、安全装置をかけていても衝撃で暴発する。これはなぜこうなると思う？安全装置が衝撃で外れるということですか？まずこの機関銃というのは従来同様オープンボルトなため、弾を休弾した状態でボルトが前進してしまえば発砲するという仕様となっている。激震もおそらくボルト前進とともに突き出るタイプですよね。そして安全装置というのはトリガーとシアーを固定することで行う。基本的に安全装置をかければ、ボルトというのは固定されたシアーによって前進できなくなるという仕様だ。レシーバー幅や高さもシアーを飛び越えるほどの幅があるとは思えないですが。シンプルブローバックオープンボルトで作動し、簡素な安全装置のサモパルゾール26の試作型は、難度高いところから落としても暴発しなかったという話がある。ボルトから生えた突起が直接レシーバー上部に引っかかるタイプでしたよね。本題として、この件に関してはよく調べている方がかなり可能性のある例を挙げている。旧日本軍の用語でいうツッコミという動作不要だという話だ。ツッコミ？連続射撃で引き金を押し続けている最中、シアーに引っかからず、そのままボルトが前進して弾体から弾を拾い、そこで弾が入りきらず突っかかっていれば、これはどうなるか？弾がボルトで押されながら突っかかってる最中ですから、安全装置を入れてシアーとトリガーを固定してもボルトは前進してしまい、さらにはオープンボルトですからちょっとボルトが下がったりして前進してしまえば発砲しますね。このツッコミこそが安全装置をかけても暴発するという不良に最も値する理由となっている。その3、引き金から指を離しても暴発する。これも同じ方の考察から引用するが、射撃中にボルトが後端にまで後退しきらないことでシアーに引っかからず、勝手に前進。それにより自弾を勝手に拾い、それを薬室に勝手に送って撃発、発砲するという暴発だ。射撃中から引き金を離したのに、ボルトが勝手に前進を開始してしまうですか。これを自然撃発というようだ。オープンボルトなため薬室に弾が入るタイミングというのは一瞬ですから、フックオフの可能性はなさそうですね。その4、キャリングハンドルで銃を運搬している際、勝手に重心が外れてしまうという逸話。前述通り迅速交換可能ながらその仕様はしっかりしている。ただ車種のミスや事故、もしくは接合部の損耗で外れるというのは可能性であるのかもしれない。この通りキャリングハンドル兼用ですから、何らかで外れれば抜けるタイミングというのは大いにありそうですよね。その後、廃墟口が下部にあるために空薬莢が勢いよく弾き出され、面で跳ね返った薬莢が車種の種に激しくぶつかって損傷する事態が多発している。このことに関しては廃墟した薬莢の管理を重大に行う自衛隊であれば、欠点ということになるのかもしれない。確か韓国でもそういう使用済み薬莢の管理の話がありましたよね。ただこの通り、自衛隊では廃墟した空薬莢を受ける袋を取り付けている。欠点として飛翔した空薬莢で手が負傷するというのは意味がわからない。逆に下部に廃墟口があるというのは、横からの風に乗った砂や飛翔する泥といった汚れが入りにくくなるという利点もあると思う。ただ薬室からその後方の視認がしづらいというのはあるのかもしれない。上のカバーからそのまま視認することができるんでしょうかね。その6、重心が薄いために命中精度が悪く、作動不良を引き起こしている。この命中精度が悪いというのは一体何を基準にして示しているのかがわからない。逆の命中精度が良いも然りですね。ここで言っていきたいのは62式とミニミはもちろん、64式と89式の弾薬はそれぞれ 5.56 ミリと 7.62 ミリという事実があり、それは周期されていると思われるが、根本的に22口径と30口径では弾道特性が大きく異なるということを踏まえていただきたい。単純に比較してはいけないということですね。単純に弾頭が重いと風の影響を比較的受けにくくなるし、エネルギー量的にも有効射程で差が生じる。中国の狙撃銃の話ですが、7.62mm 通常弾を扱う85式は遠距離で信頼され、逆に 5.8mm 弾を使う88式は 100m にて85式を上回るという話がありましたよね。重心が薄いために作動不良が引き起こしている。それが事実ならば、薬室の温度が高くなりやすいために薬莢破弾を起こしているのかもしれない。多分、今まで聞いたことがないですけどね。その7、細い重心にしたために、発砲時に薬室に薬莢がより張り付き、それで薬莢破弾を起こしてしまう。あれ、前述と同じでは？重心が薄いために薬室内に熱がとどまることで薬室が高温になり、その状態で射撃した際の空薬莢が薬室に張り付き続けてしまい、それで破断し、そのため薬莢を破断せず引き抜くためにガス圧を増したが、それで反動増大して精度が悪化したという話だったが、これは不適切な切り取りだと思う。
ウィキにはまだ62式機関銃が開発中だった時、細身の重心を原因とする加熱による薬室への薬莢張り付きを解消すべく、強いガス圧によりボルトを高速で前後動させることで薬莢の引き抜き力を上げることを試したが、それは精度の低下を招いた上、薬莢破断も絶えず発生するトラブルに見舞われた。強引に引き抜こうとすれば、それは薬莢破断を悪化させると思うんですが、それを踏まえボルト下部に輸送、ボルトスライドを追加。これにより薬莢を前後動に揺すりながら徐々に引き抜く作用を与えることで、命中率を考慮した低めのガス圧でも安定した引き抜き力を確保することとした。と一記述のもとであろう、幻の機関銃の角瀬光雄氏が説明している。そうなんですか。薬莢内部に残った圧力がある程度抜けることを意図してでのボルトの遅れ交代は感受中等と呼ばれているらしい。つまりガス圧作動方式全般や反動利用系、遅延吹き戻し系でもそれは含まれるんでしょうかね。広範的だと思う。個人的にはそれはガス圧作動では一般的だと思うし、輸送旗がスライドするだけに思える。62式機関銃の重心長は約 20.5 インチで約2キロ、1インチあたり 97.6 グラムとされている。比較としてマグは 24.8 インチで約3キロ、1インチあたり 121 グラム。M60 は22インチで 4.17 キロ、1インチあたり 189.5 グラムと、この細い重心のヤバさとしてを挙げている。従来の 7.62mmGPMG 用バレルと比べ、薄くて軽量だと。で、M60 は軽量のため、1980年代より M60A3 へ改修したという話も挙げられている。M60A3 の軽量重心は22インチに 2.18 クグ、1インチあたり 99.1 グであり、これは200発以上の連続射撃により重心を加熱で損耗することが問題視され、後に重量を 2.68 キロ、1インチあたり 121.8 グラムに変更した肉厚重心へ変更したという話がある。数値的には近いですね。まあ、M60A3 と62式ではおそらく材質や技術も異なると思うし、さらに M60A3 はその軽量重心で200発以上連続射撃したのを目撃したとかいう話もある。M60A3 はあくまで重心損耗への懸念から交換している。反面角瀬氏は細身重心を薬莢破断の原因とし、輸送に揺すり効果を与えることでそれを解消したと言っている。個人的にはあまりここの角瀬氏の推察を信用することができない。確か角瀬氏は後に飽和高揚の人間になっていましたよね。62式は薬莢破断を防ぐべく薬室へ潤滑剤を吹きつけることで対策しているようだ。まあ、どの銃にも行われるメンテナンスですよね。その7最後にもし重心に関する欠点を挙げるならば、それは M60A3 同様比較的加熱しやすいという点かと思う。前述の持続発射速度は80から100発毎分であり、他でいう実用発射速度と比べると、MG42 は毎分153発、DP は毎分80から100発、そして同世代 GPMG である PK は毎分250発とされている。DP 並み？ブレンガンも120発程度、ブレダ M30 も120発程度と言われている。米国公式文書では最適なパフォーマンスのため毎分80から100発での運用を推奨している。果たしてこれらを比較していいのかはわからない。その8、部品点数が多くて複雑。見た感じは一般的だと思う。逆に比較的少ない可能性もある気がする。まあ、この画像には球弾機構等の分解されていない部分も見られますよね。で、後続の右には同規模、もしくはそれ以上の部品点数を誇ると考えている。その9、独特の閉鎖機構は複雑で動作不良が多発する。閉鎖機構は前述通りゲルトボルト閉鎖の一種だ。現在で一般的なロータリーボルトと比べ複雑ではあるものの、同じくゲルトボルト閉鎖系統を扱う、ブレンガンや FN マグなどと比べてさほど変わらない程度だと思う。複雑性はともかく、動作不良に関してはゲルトボルト閉鎖系は薬莢底面をぶつけるらしく、それで薬莢が少しへっこむという特徴はあるようだ。例が少なく、さらに62式は他の要因も考えられるためわからないと思う。逆にこれが動作不良の要因と断定するのもできないと考えている。その10、その独特な構造からボルトの交代延長が長すぎて、連射中にガス圧不足等の要因で交代不良が起き、ボルトがシェアに達せずそのまま前進してしまって地弾を暴発する。独特な構造が要因で交代不良が起きると、ボルト交代不良は同意できるが、なぜそれが起きるのか、より考えていくことが重要だと思う。このように銃器の悪用について考えてきたが、ここからは62式 7.62mm 機関銃の問題の本質について考えていく。問題の本質ですか。なぜここまで悪用が定着するようになったのか、それはやはり比較的多く正常に射撃することができなくなるというのが要因だと考えている。安全装置をかけてるのに暴発する、勝手に暴発する、射撃が勝手に停止するということでしょうか。ここまでボロクソ言われるのは命中精度が悪いとか勝手に部品が脱落するとかといった二の次の理由より、本質だと考えている。じゃあなぜそれら動作不良が起きてしまうのか？それら不良が従来のオープンボルト式機関銃より起きると仮定した上で、ボルトとボルトスライド、遊艇と輸送庫といった機関か、発砲後のボルト交代時に交代量が不足してしまい、それでシェアにかからず勝手に前進し、そのまま団体から自弾を急弾、
勝手に前進したボルトとそのグループは勝手に薬室閉鎖して暴発。もしくは薬室に弾薬が入りきって閉鎖する前にボルトが停止してしまう。または抗体量が不足したボルトグループは時弾を持ってくることができずそのまま停止することもある。長々と話しましたが、つまりはボルトとボルトスライドの抗体不良ですね。重心が云々という話は前述通り、個人的には信用していない。その上で、なぜこの抗体不良が発生してしまうのか。このことに関しては様々な原因が言われるわけだが、よく調べている方曰くショートストロークガスピストンが影響しているとしている。ウィキではロングストロークガスピストンと記述されていますよね。ショートストロークガスピストンはボルトグループとは分離したガスピストンが、ボルトグループに向け衝突させることで交代させるという機構だ。反面ロングストロークガスピストンはガスピストンがボルトと共に大きく交代する構造であり、ガスピストンの重量によりボルトグループの勢いが増し、より良い動作サイクルを実現することができるという利点がある。ロングストロークガスピストンの方が良かったんでしょうか。そういう意見がよく調べている方や他にも言う方も見られる。そして実際口述する派生型の74式 7.62mm 車載機関銃ではそう変更されている。で、なぜショートストロークガスピストンだから抗体不良が発生したのかというと、それはレシーバーとガスシリンダーの結合が軟弱で、経年劣化とともにショートストロークに必要なガス量が不足する。もしくはガスピストン自体が周りと干渉して、必要な衝突力が不足したのかもしれない。ガスシリンダーとレシーバー結合部のガタつきによる抗体不良発生ですか。そしてそのショートストロークガスピストン自体、洗練されていないように感じる。洗練されていない？洗練されていないというか、前例がほとんどなかった要素だと思う。具体的には GPMG でショートストロークガスピストンを採用する場合の設計だ。62式が自動小銃のようにガスピストンを配置するのに対し、M60 ではボルトには長いオペレーティングロッドとエクステンションが伸び、巨大なガスピストンが前方にある。前進するとオペレーティングロッド先端がガスピストンを押し込み、激発して発射ガスが流入すると、これらが一体になって途中まで交代するという。62式より強い力でボルト交代を行うことができると思う。GPMG のボルトグループをショートストロークで安定的に作動させるには、このようにするしかないんですかね。他には IWI ネギウ機関銃があるようだが、その他は個人的に見つけられなかった。そんな独特の構造を持った62式機関銃は、現場で様々な工夫が行われながら運用されていた。ガムテープや潤滑剤による内部機関への吹き付けのほか、現場では隊員が勝手にガス漏孔をリーマーで広げていたり、納入業者で広げていたという話もあるようだ。作動不良をガス吹き付け量不足と判断していたんでしょうかね。どうやらもともとガスレグレーターと重心側にあるガスポートの口径が近いようで、ここは開発で広げていたと解釈できるようだ。角瀬氏の輸送と重心の話の一連で言われてましたよね。開発経緯の通り多くの試行錯誤があったわけだが、結果的にはうまくは作動しない傾向がある機関銃が現場に届いてしまった。それは前述通りボロクソに言われているという。しかしこの機関銃に対し公職を示す隊員がいるのも事実だし、そんなに不良を起こしてるようには見えないという、機関銃手以外の隊員からの証言も見られる。様々な要因によってそういう悪い話が囁かれますが、正直今の62式機関銃への評価はやりすぎな感がするんですよね。これら不良に対し現場指揮官は回収を愚心していたという記述も見られる。ただ、それはあくまで現場レベルの回収にとどまったようだ。で、コストは昭和60年当時で200万円だそうだ。これを2019年時点で換算すると、CPI を基準にすると238万4075円、GDP を基準にすれば197万4012円という値段となるようだ。まあ、そこまで変化はないですね。案の定、日本の消火器価格だ。大宮博氏というここが変だよ自衛隊を著作した元自衛官曰く、62式機関銃の開発を担当した川村博士はこの機関銃を世界最高と自画自賛しているようだ。川村博士の自己評価は高かったんですね。そして反面的に現場での評価が悪いという話を振ると、設計者の苦労は現場の使用者には理解できないものだ。と発言したらしい。ほならね、自分が作ってみろという話でしょ？私はそう言いたい。個人的には1960年代に、敗戦した日本が独自で GPMG 開発を成し遂げたこと自体を、素晴らしいと思ってほしいなぁと思う。その仕様は独自開発と背景に合わせた結晶ですからね。現在は後継として 5.56mm 機関銃ミニミが導入され更新されているようだが、もちろん SAW が GPMG の完全代替などできるものではないと思う。確か高機動車といった車両の上に、このミニミが取り付けられているんでしたっけ？そのため現在62式機関銃はほぼ表に出ることはないようだ。64式小銃の例の通り空時に配備されたり、予備自衛官用に保管されているのかもしれない。そして1974年には62式機関銃の派生型として、74式車載 7.62mm 機関銃が登場し、配備されている。この機関銃ではショートストロークガスピストンからロングストロークガスピストンへ改められた。ガスピストンとボルトグループを一体化し、ガスシリンダー、レシーバー、重心などの肉厚化、
などロングストロークガスピストンによる影響、そして車載としての運用のため強化された。正二連射性だけを追求した、計器運用を考慮していない派生型ですね。その重量は 20.4kg だったようだ。重さから見て62式から多く強化されたことが予想できる。トリガー機構は M2 ブローニング同様であり、グリップとともに押し金で操作することも行われる。そして発射速度も、ガスレグレーター調整によって約700から1000発毎分にまで調整可能なようだ。1000発毎分を実現できるんですね。そんな車載機関銃は採用から現在にかけ運用されている。74式戦車、90式戦車、10式戦車、89式装甲戦闘車、87式偵察警戒車、16式機動戦闘車の同軸機銃、60式装甲車、73式装甲車の車体全部、そして前述通り、1型を地上に下ろして運用するための三脚化もあるようだ。まさに現役 7.62mm 車載機関銃ですね。そして海上自衛隊でも能登半島沖不審船事件において、警告射撃に使用できる火器がなかった反省から、SH-60JK などの哨戒ヘリにドアガンとして搭載するようになったようだ。そんな62式機関銃から大きく改善された74式だが、61式戦車乗りの元隊員の中にはブローニング M1919 の方が断然信頼性が高かったと証言する声もある。米軍供与の反動利用ブローニング設計と比べ、日徳のガス圧作動機関銃は劣る。実際どうなのかは62式同様わからない。この74式や62式機関銃を製造する日徳金属工業株式会社は、1982年より住友重工業株式会社へ合併された。そのため住友重工業がこれら機関銃の生産を継続したが、1974年から2002年にかけた契約分の機関銃耐久射撃試験に関する試験成績書を改ざんして納入したということが2013年に発覚した。発射速度試験において射撃停止、発射不能となったが、それを修理及び調整した上で、再射撃試験すべきところを無視して納入したようだ。ずさんっすね。さらには発射速度が要求に満たなかったが、それを改ざんして納入している。それはいけない。防衛省曰く、改ざんされた銃器は 12.7mm 銃機関銃、7.62mm 機関銃、5.56mm 機関銃であり、少なくとも5350丁分が改ざんされたとしている。7.62mm ということで、これは時期的に62式と74式両方が含まれていることがわかる。他にも防衛省の了承を得ずに社員が機関銃を実弾発砲して銃刀法違反したり、発射速度の規格を満たすための改造を無断で行ったりするという不祥事が起きたようだが、2021年4月より住友重機械工業は機関銃生産から撤退することが公表された。じゃあ、74式車載 7.62mm 機関銃はもう新規生産されないんでしょうか？機関銃のメンテナンスや整備用部品の生産は継続する方針とはしているようだ。ともかく新規生産はこれ以上ないのかもしれない。というわけで、まだある。え？幻の機関銃曰く、日徳が自動火器を東南アジアや韓国に売り込みに行ったという話があるようだ。その痕跡らしき代物が韓国で見られるぞ。韓国科学技術研究院。KIST という1966年より韓国で設立された公的研究機関があり、そこの機械工学部は1974年から機関銃やライフルの研究を行っていた。か、韓国で。ですか。ベルギーの FN マグや日本の62式 7.62mm 機関銃が参考にされ、1975年より KIST-A 機関銃を完成させたようだ。重工装置、重心、照準器、グリップ、重装。62式ですね。注目してほしいのはガスシリンダーが垂直で太くなっている点だ。これはロングストロークガスピストンに変更されていると思われる。ここの部分はマグを参考にしたんでしょうかね。3種の試作銃を構成し、1種を選択した上での KIST-A 機関銃だったが、軍は世界的な傾向から 5.56mm 仕様の SAW を要求し、結果計算系機関銃が開発され正式採用されたようだ。じゃあ韓国軍は GPMG を正式採用していないんですかね？いや M60 を正式採用していた。さらには S&T モテブにて K12 が開発され、それに更新されている。お笑い韓国軍とか言ってバカにする風潮があったと思うが、消火器産業やその開発に関しては日本を多くリードしていると思うぞ。実際に AK クローンや SAW など、韓国製銃器は海外へ輸出されていますよね。以上で終了だ。いやぁ、長すぎませんか？いろいろと機関銃とその悪評について話してきたが、結果的には真実はわからないというのがもどかしさを感じる。ただ悪評でめっちゃ叩かれるほどの代物ではないとは思うんですよね。まあ、終わる。次のリクエストに向けての準備をやらないといけない。では皆さん、また見てね。